はい、ブレイクスルーアカデミーの代表安藤正春です。なんかちょっと今日は片言になっちゃいましたね。はい、なんかアイアンマンです。はい、あのトニー・スタークみたいなね、あの天才科学者っていうか、まあ天才になりたいよね、頭良くなりたいですよね。で、まあ日頃からもうそういう、なんだろうな、その勉強がうんぬんとかよりも頭が良くなる方法を今ね研究してるんですよ。で、その時にじゃあどうやったらね、目の前の勉強をコントロールしていけるかってことに、まあ、行き当たったわけだけども、まあ、今日お話ししたいのは、そのタイトルにあるみたいに学校とね、塾を支配する、まあ、最強のね、受験戦略って話なんだけど、要するにね、今皆さんのほとんどはね、きっと学校とか塾に振り回されてるんですよね。だからそれは良くない。良くないし、多分皆さんもきついと思う。で、一体何をね、どうしないといけないのかってことが分かんない状態で、学校とか塾が好き勝手なことを言うから皆さん混乱してると思うんだけど、一回立ち止まってほしいんですよ。で、一回立ち止まって考えた時に、じゃあ皆さんは一体何のために目の前の勉強やってんのっていう。で、受験するかしないかってことも、根本にあるけど、もし受験するならするで、人生のために受験をちゃんと使ってますかってことを考えてください。ね、皆さんの人生を受験のために使ってたらおかしいんですよ。人生のために、その、なんだろうな、生きていく過程に受験っていうものがきっかけとしてあるだけで、皆さんは受験のために生きてるわけじゃないんだから、そのことをね、あの手段と目的と履き違えてしまうともう大混乱です。で、実際それがほとんどの人がそう思ってるはずです。自分のね、あの例えば成績がさ伸びきらなくて、今の成績で受けられるところどこかなみたいなね、なんかこう自分のなんか人生が上にあるのか受験が上にあるのかわからないような考え方をしている人が結構多いんだけど、何のために勉強してるんですかと。皆さん自分の人生を豊かにするために勉強してるんでしょ、幸せになるためでしょ、究極言えばっていうね。で、その時にじゃあ学校とか塾に振り回されないように自分をコントロールしていけるような、なんか受験、最強の受験戦略って何なのかってことを考えると、もう、ね、全部自分で決めることなんですね。これは結構厳しいことを言うかもしれないけど、全部自分で決めてください。で、何かっていうと、例えば自分の成績がどうだって関係ないです。皆さんが行きたいところに行ってくださいね。行きたいところに行くために努力するんだったら楽しいよ。でも自分の成績で行けるところに行ければいいやなんていう人生だったら、頑張ることにすら目的がないでしょ、意味がないじゃないですか。そこで頑張って一体何がしたいの。自分の行けるところに行ければいいんだったら、別に勉強しなくても同じような選択ができるわけじゃないですか。究極言うとね、その一歩引いて行けるところに行ければいいっていうんだったら、勉強しなくたって行けるところには行けるわけじゃないですか。だから、あの勉強しないと困るのかどうかってことを本当に考えてみてください。勉強しないと困ることって本当にありますか、ね、例えば私がよく言うのはね、生徒さんたちに今ね、あの勉強しててさ、分からなかった時に親御さんに質問してね、親御さんたちが今の皆さんの勉強のね、あの疑問に答えられますかと。答えられないでしょ。ってことは、大人の人たちっていうのも皆さんが今勉強していることを全て忘れてしまってるはずなんですよと。その忘れてしまってるのに、みんなね、誰もが普通に暮らしてるわけじゃないですか。だったら勉強しているその内容っていうのは覚えてなくても実はいいことなんですよ。実はそれ以外のことをたくさん身につけてるからこそ社会を生きていけるわけです。ってことは、逆に言うと、英数国史地理の勉強の方はおろそかであっても、社会に出ていくために必要な、ね、スキルの方が身についていれば、皆さんは何の不自由もなく生きていけるはずだよねって話です。で、その時にじゃあ今の自分の人生を何に使うか、ね、皆さんが幸せになるための適切な努力とは何なのかっていうことを考えて、自分がすべきことを自分で選んで、そのために努力をする。そしてそこに学校とか塾を使うんですよ。皆さんはまだ学校とか塾に使われている状態です。ね、学校でなんかよくわからないね、将来いつ使うかわからないような知識を無理やり教えられて、そのやりたくもない受けたくもない授業を受けて、やりたくもないテストをやらされて、ね、覚えたくもない知識を覚え込まされているのに、それで成績競わされて、でその競わされている成績のなんだろう、その順位というかね、成績をキープするがために学校だけじゃダメだっつって塾に行くんだけど、塾でも同じことさせられてるでしょ。塾でも同じ、学校と同じように授業カリキュラムが組まれて、授業で先生がね、なんかやってるのをまたさ、なんかテキスト使って勉強させられてとか、なんでそんなことできるんだろうなって私は逆に思うんだけど、そんなことしちゃってさ、成績良くなるわけないじゃんか、普通に考えたら。学校だけでもさ、処理できてないのに、それをね、自分の作業量増やしてさ、それを両方処理してくださいって、それは無理な話でしょ。それでも、ほとんどの人やってるじゃないですか。だから、そういうことを早くやめて、ちゃんと一歩、ね、立ち止まってさ、今自分何やってるのか考えないと。で、自分の頭で考えて塾とか学校を使うんですよ、ね、皆さんは学校とか塾に行ってるから、その学校とか塾のルールに従って過ごせっていうふうに教え込まれているから、ね、例えば塾とかもお金を払って行ってるから従わないといけないと思ってるかもしれないけど、上下関係で行けば皆さんの方が上なんですよ。来てやってんだと思ってもいいぐらい。で、さらにその代わり不遜な行動を取れっていう話じゃないです。
学校に行って学校をどういうふうに自分の人生のために使うかですよ、ね、勉強するのかしないのか、勉強するんだったら勉強をね自分の中でまあしたいんだったらいっぱい時間かかってもいいけど、勉強したくないっていうんだったらなるべく勉強に使う時間を減らすためにどう学校を使うかですよ、ね、私は結構学校をまあサボっちゃいないけど内職は結構してたもんね。興味がないことに時間を使いたくなかったんですよ基本的に。だから興味がある授業は聞くけど興味ない授業の時は内職をするっていうのは基本的にしてました。でそれは何かっていうと自分の人生を大事にしたかったから、自分の人生を無駄なことに使いたくなかったから、だから私は自分の進路がはっきりしない時には勉強に打ち込めなかった。でそれはまあ周りからしたら心配ですよ、特に親からしたら心配かもしれないけど当然じゃないですか。だって自分がしたいことも決まってないのに、なんで何のために勉強するのか分かってないのに勉強に打ち込めるわけがない。でもそれを分かってくれる大人がいなかった。だから私は自分でその壁を乗り越えるしかなかったから、結果的にこういう風な道に進んでるんだけど、そしたらほら多分そういうことで苦しんでる人多いと思うのよね。だから学校とかね、塾とか親御さんとかに支配されてる子が非常に多くて、でその支配されてる中でなんで自分がそんなにね勉強できないんだろう、自分は頭悪いんじゃないのかとかバカなんじゃないのかとか思いながらやってて、どん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 自己評価を下げてね、モチベーションを下げていっちゃうから余計に成績が上がらなくてみたいなね、悪循環に陥っちゃうんだけど、全部忘れて一回自分だけの世界にねまず戻ってみてください。自分がもう本当にこれからどんなこともできると、理想は全て叶えることができるんだという本当にね夢のような世界に自分がいるとしたら、本当に目の前の今の勉強をするのかどうかを選んでください。そして自分がもし勉強するのであれば、そのどんな成績を取りたいのかってことを考えてください。自分が成績を取りたいことがイメージできれば、例えばね今の学校の成績がさ100点中40点しか取れないとしても、自分が80点取りたいと思うんだったら自分が80点取れる自分を選んでください、ね、80点取れる自分を選び出してそういった自分になるんだと決めれば、そうなるための努力をできるようになるので、ね、最初から自分にはそんなことできないって思っていくから何もできないだけで、ね、だからこの世の生き方、生き抜き方ね、勉強をきっかけにして皆さんがどうやって自分の幸せを勝ち取りに行くことができるのか、どうやったら自由な人生を実現することができるのかっていうのを勉強を通して身につけないといけないね、気づかないといけないんですよ。でもそういったことに皆さんは気づいてないわけじゃないですか。ただただ目の前の英数国史ありを中で勉強させられておしまいみたいな。でもそういったことって本当に将来のためには役に立たないし、そんなことをしたって幸せにはなれないわけですね。勉強どんなに頑張ったってお金が稼げるようにはならないのと一緒で、皆さんは一体今何をさせられているのか、ね、そういう時に塾とか学校になんでこれまで振り回されてきたのか、ね、これからは逆に、ね、もし受験をするんであれば受験をすると決めたら、もう受験のために学校とか塾を使うんです。自分が支配しないと、自分がいやいやここに来ているのは私の意思だと、ね、私がここに来たいから来ているのだと、で私は欲しい結果があるのだ、そのためにお前たちを使うのだっていう意識でやらないと、もう振り回されて終わっちゃいます。で自分のねその時の成績で選べる大学、選べる高校しか選べなくなります。でそういった発想をずっと続けてりゃ、それは大人になったって同じような発想しかできないでしょう、ね、今更さ、なんか今まで失敗体験をずっと積み重ねてきたのにね、大人になってさいきなり成功するかって言ったらしないよそれはね。だからずっと今の状況が続くと思ったらいい。ただその代わり今だったら変わりやすいよね、変わりやすいよね。だって自分の生活を自分でコントロールしなくていいから、ね、親御さんがお金を出してくれてるような状況であれば、今が一番ね皆さんにとっては何の不安もなく勉強できる時期だから、だったらね自分が一体何のために今の人生を使うのか、ね、この先例えばお金が欲しいのか、自由な時間が欲しいのか、海外に行きたいのかどうなのか、どんな学問をね追求していきたいのか、そういったね本当に自分の興味関心をしっかりはっきりさせて、でそのために適切な努力を今の自分はできているのだろうかと、でそのために学校や塾に自分はちゃんとコントロールを効かせられているのかどうか、自分が逆に振り回されていないかと、ね、私の人生を生きているのになぜか学校や塾や親御さんの意向で振り回されている、それはおかしい、ね、まずは本質に立ち戻ってもらって、自分が何をしないといけないのか自分で決めることね。で自分で決めたものに対してはもうそれを、ね、どう手に入れるかだけを考えて、そこに学校とか塾っていうのがそれぞれいろんな要素を持ってるから、それをうまく活用して、まあ、もっと言えば支配してね、この自分を中心としたその世界を支配して、自分が欲しい結果のためにうまく利用してあげる、うまく動かしてあげるってことを考えてください。最終的に自分自身のことを支配できないともちろん成功にはね行きつけないとは思うんだけど、その自分自身をコントロールする支配する方法っていうのはまた別の 方法があるから、そこはまたね今はその勉強の話だけにフォーカスしてるからちょっと今日は話さないけども、
究極言うと最終的には自分自身のことを支配するっていう方法になっていくので、ね、そういったことを皆さんにもね今後提供教えていけたらシェアできたらとは思っています。今日はね、この動画でお話ししたかったのは、塾や学校や親御さんに振り回されないでくださいと、ね、もし勉強をねすると受験をするというのであればせめて塾や学校を支配して自分のためにねうまく使ってやるような意識でね勉強してもらえたらと思います。そして短い時間であって自由な人生成功をぜひ掴み取ってください。じゃあこれからもね、こういったことをいろいろお話ししていきますので何かの参考になれば幸いです。